コンピューターって何かっていうのを簡単に説明できるようになってくれればっていうのと、あとプログラミングっていうのはどういうもので、あの本当に英語とかのプログラミング言語を最初から入ってしまうと、あの分からないで終わってしまうので、そうじゃなくて日本語である程度楽しくできるっていうのが、あの分かってもらえたらと思ってやってますね。でこれが、まあ、メニューとかあるんですけど、実行するとここに旋律が入れられてとか、でこれでがもう選ぶっていうのが作れるので、で多分ピアノがで実行ボタンを押すと演奏するとかっていうのがもう日本語でできちゃうので、アルゴリズムっていうあの仕組み、プログラムだけじゃなくて、あの並び替えの、そうあのやり方とか効率のいい方法とかっていうのも授業でやるので、それをあの生活でも多分使えるので、それを踏まえてその上でプログラミングをするっていうので、あの興味がある人やってくれればっていうことですかね。